アプリ新聞紙の9房モデル C15H19 ブロ炭素 C 黒水素 H 白臭素 BR 赤茶酸素 O 赤分子構造は PM3 半径検的手法によりスパルタンスチューデント4.1を使って計算された PM3 あるいはプラマターイズドモデルナンバー3は計算科学において 分子の電子構造の量子計算のための半経験的手法の一つである。PM3 法は、度積分近似を元にしている。PM3 法は、AM1 法と同じ形式化及び方程式を使用している。PM3 と AM1 の際は、1PM3 はコは反発関数のために2つのガウス関数を使用しているが、AM1 は、 元素に応じて1から4つのガウス関数を使用しているにパラメータの数値が異なるという2点のみである。その他の際はパラメータ化の際の哲学と手法にある。AM3 は分光測定からパラメータ値の一部を得ているが、PM3 は最適値として扱っている。本手法は JJP スチュアートによって開発され、1989年に発表された。 PM3 法は関連する RM1、AM1、Mind AM、Mind ーと共にモーパックプログラムに実装されており、ガウシアン、CP2K、ゲイミス、ゲイミス、PC ゲイミス、ケン 3D、アンパック、アーガスラブ、ボス、スパルタンといったその他のプログラムにも実装されている。オリジナルの PM3 には以下の元素のパラメータが含まれている H、C、N、O、 f, al, s, i, p, s, cl, br, i. スパルタンに実装された PM3 は ca, ti, v, cr, mn, fe, co, ni, cu, zn, zr, mo, tc, ru, r H、pd, hf, ta, w, li, os, ir, pt. GD の計算をサポートする繊維金属のための追加拡張を含んでいる。多くの他の元素のパラメータ化は後に行われた。スパークル PM3 と呼ばれるランタノイド作体の PM3 計算のためのモデルも導入されている。ありがとうございます。